はいえー、今回は、えー、新人温泉の、えー、第1回戦ですね、えー、と上野、えー、浅見女流棋聖対西さんの語、はいえー、ご紹介したいと思います。はい、西さんは関西棋院の方ですかね、はいはい、じゃあそれでは見ていきたいと思います。 そうですね意外と3連戦珍しいんですよねあのこうとかねあのこういう手が最近はあの流行ってるんですけどはいはい、まあ、伸びはあの結構先手を取るような時に。 はい、打たれる場合があります、はいまあこの場合は,はかけましたけどね、はい、例えばここで先手を取ってこういうような、あのー、進行もあの考えられたと思います。はい、うんまあそうですねここでかけるとね、まあ、どっちがいいんでしょうねこ,こういうような手とね。うんまあこれ、まあ、まあ難しいしい なるんでね、うんまあ、実際はここでかけましたね切り、はいま、があるとこなんであの保留して打つことも考えられますねこのハは。はい、でここでまあ三々ですねまたはいまあ昔はねちょっとありえなかった打ち方なんですけどね はい、最近はあのこういう手もあるんですよね、はい、見直されてきたというかそうですねここちょっと意外な感じですねまあ皆さんはこれをおすすめしたいですねこうやって、まあ、真ん中に打たれるんですけどあのまあこれはこれで黒は悪いわけではありませんので、うん、こういう方がまあ一貫してると思いますねこの厚みからの打ち方が。はい こうやってね。まあ、字を取りに行ったんですね。この打ち方は？うん。で押されてね。ちょっとね。押されますと。とちょっと今までのあの打ち方がね。ちょっと矛盾している感じもしますんでね。うん、まあ、皆さんはこう伸びをあのお勧すすめしたいですね。はい。まあね、あの黒もね。当然。 あの分かっててあえてねこういう打ち方を選択してるんですけどねはい、まあ、これもねまあ強情っていうか、うん、まあ基本的にはこうやってこうですけどねでもまあこういうとか打たれるとちょっと打ち方がね矛盾してるんですよね、うん、厚み張ったのに字を取ってるので、うんまあ、こういう打ち方じゃなくてまあこうやってねこの 抜いたしを攻めようっていう感じの手ですけどねうんちょっとちょっとね無理があるような感じがありますね常識的に考えると、はい <laughs> うんまあ、こうやってちょっとうん、まあ、相手の手によって打ち方を変えよう、まあ、様子を見た感じの手です はいまあ、下がりならねあの気がしたということでこうどんどん押してはい、はい跳ね出して、はいまあ、この場合曲げがいいですねこう切る手もあるんですけどこうやって、まあ、このように隅を取られてしまいましてまあまあこれも考えられるかもしれませんけどねなんかこんなぐらい打って。 まあちょっと捨て気味に打たれる意味もあるのでちょっと嫌いましたねうんまあとりあえず隅を稼がれてしまうのでまあこうやって全体を攻めようっていう手ですねこの曲げってはいまあそうですねまあ普通に考えて <laughs> ちょっと黒は苦しいような打ち方だと思います。うん、まあここでね、なんか戻ったてがどうだしたかね、どんどん続けて打ってっても結構黒苦しいと思うんですけどね。うん うん、ここではまあこっちをつないであのー、まあ打つことも当然考えられましたね、まあ、多分こっちの方が普通だと思うんですけどね、うんまあ、切られてしまうんですけどまあそれでこっちをしょうがないのでいきますかこういうような感じでうんこうやって打つのもあったんですけど実戦はこっちでやって <laughs> うん、ここから切られてしまいましたね。うん、でまあ捨てて、まあ、これで打てるっていう対局感だったかもしれませんが <laughs> これこの石を取ってねあの生きてしまってはしのいでしまってはこれちょっと黒面白くなったと思いますね、うん。どうもちょっとこのら辺あたりの攻め方がちょっとイマイチだったんじゃないかなと思いますね白。 うん、そうですねちなみにこの石はあのー、こう打たれてもこうやってねあの生きることができますねはい、まあ、生きてるのであれですけどうん肩ツ、うん、がねぴったりでしたよねこの碁ではうん、ま、普通はねあの 中央に打つんですけどこの場合はこう切られても,もう大したことないということでこっちで地で頑張りましたねうんはいこ,こんな感じでこう切ったはいいですがねあんまり得るところがなくてあとこの石さえあのうまくしのげればっていう感じで まあこのような感じになりましてね、うん、これとてもね、まあ、上手にいきましたよねはいつら、うん、い木ですね2目二眼になってしまいまして、うん、これを機敏に決めてはい <laughs> まあこれが決勝、まあ、点みたいな感じで、うん、ここの字がね、あのー、大きくて うん、これは黒がね良くなった感じですねでまあ最後行きまして、まあ、4目半あの黒の勝ちとなりましたねはい、うん、まあちょっと白のうーんここのね打ち方がもう少しいい手があったと思うんですけどねちょっとここで緩んだ手を打ってしまいまして黒の優勢となってしまったような子だと思いますうん まあ、皆さんにはね、とあのここね、伸びをあの推奨したいので、はい、したいですね。二、うん、段バネっていうのは、あの3連戦、敷、あのー、いた合計柄はあんまり良くないと思いますので、うんそ、そうですね、そこはちょっと覚えててもらいたいですね。はい。じゃあ、この方がこれで終わりにしたいと思います。はい、失礼いたします。